皆さん、はじめまして。イチゴラスの森川と言います。今日は天候が悪い中、これだけ多くの方がお集まりいただきありがとうございます。あ、大丈夫です。また今日こういった機会をいただいた東海農政局さんをはじめ、たくさんのご関係者の方にこの場にお呼びいただけたことを本当に感謝申し上げます。本日はよろしくお願いします。先ほど小栗様の方から輸出に向けた取り組みといったところで、商社さんからそれから大枠のところをご説明いただいたかと思うので、自分はいちごの生産側からのその輸出の準備といったところでお話しさせていただければと思います。まず簡単に弊社株式会社いちごラスといいまして、会社は熊本県の玉名市、ちょっと玉名市という場所がお分かりにくい場所かと思うんですが、熊本県の県北の方に位置しています。どちらかというと熊本市より福岡県よりの場所になります。そこでいちごを従業員9名でもう本当にいちご、あるいはあとお米を少々作らせてもらってます。で、関連地として実は自分たちの そのグループに三重県の伊賀市の方でも今いちごを生産していて、あと兵庫県の淡路市と今全国で3カ所で展開をさせてもらっています。もともと自分が2010年にうちの祖父がいちごをやっていたんですが、2010年自分が後継ぎとして入って、から2014年から香港に輸出を開始して、2023年台湾まで含め今全国9カ国に輸出を行わせてもらっています。で、今年度2024年にですね、農林水産省が募集してましたフラッグシップ輸出事業というところ、輸出産地に選定させていただきました。主にうちの販売事例として、まず1箇所ドバイ、UAE のドバイの方にも今輸出をさせてもらっています。ここは韓国資本のアジア食品を扱うスーパーなんですが、本当に日本食ブームもあり、現地の人たちをはじめ日本人や現地に住む日本人の方、それからアジア系の方たちのお客さんが多いところ、この1004グルメさんといったところにイチゴを今販売させてもらっています。この1004グルメさんとやらせてもらっていることで、実は、2022年玉名市の方で玉名市フェアというのもこの1004グルメさんでやらせてもらいました。あとそれから、今ニューヨークのこのエイリーンズスペシャルチーズケーキさんといったところともコラボをさせてもらって、ここは本当にニューヨークでも人気が高い老舗のチーズケーキ屋さんで、うちのいちごを使った本当オリジナルメニューを開発されて、3日間で大変売り上げを上げられたそうです。こういった事例をうちは持ってます。それで多分ここにいらっしゃる方、多分今から輸出を始めようと考えていらっしゃる方、じゃあどういった形で輸出を始めたらいいのか、多分不安なことだったりとか、やっぱりわからない、こういった相談って自分も実はよく受けます。近隣の農家さんであったりとか、それから本当に若手の農家さんからよく相談を受けるんですが、まずこの4つのことが大事かなと思います。あくまで自分たち生産者側なので、生産者側ができる4つのこと、まず1つ目、まず自分たちをどう紹介できるのか、誰がじゃあ作っているのか、それからどこで作っているのかといったところの説明を、まず、自分たちの自己紹介ではないですが、自分たちの強みだったりとかっていうのをどこまで自分たちで PR できるのか、それから2つ目、その商品の紹介、自分たちが、うちはイチゴなんですけど、じゃあうちのイチゴが他のイチゴとどう違うのかであったりとか、どういった作り方をしているのかとか、他の商品とのうちはこういったことはできますとか、
そういったところの商品のプレゼン内容を計画の中に入れ込みます。それからその、まあ、自分の紹介、商品の紹介を作った後にどこの国を狙うのか、それからどこの、まあ、ターゲット層、まあ、いわゆるその富裕層なのか中間層なのか、それともローカルのスーパーなのか、そういったところのターゲットの住み分けというのが多分必要になってくるかと思います。それからどこの国に向けて輸出をしたいのかとか、といったところをまず計画の中に入れ込んでいきます。そして最後納品に向けて、じゃあ相手国の基準、たくさん今それ農薬の検査であったりとか、それから書類のありなし、それから国の認証のありなしがたくさん今あるので、そこを自分のところはいかにクリアができているのか、それからそういった書類は準備できるのか、それから納品場所にどうやって納品できるのか、そういったところを踏まえてまず計画を立てることが大事だと思います。これをやって次、じゃあこれ自分たちの商品をどうやって商社さんに紹介するのか、どういった商社さんを見つけるのか、そういったところになってくると思います。で、よくじゃあそうやって輸出始めたいです、でプラン計画を立てました、でもそういった商社さんとどこでつながったらいいのかがわからない、といった声もよく聞かれます。で、商社さんとのマッチングの方法、大きく分けたら4つあると思います。まず予算かからないもの、それから予算かかるもの、それからまあ簡単なもの、難しいものとちょっと分けさせてもらったんですが、予算がかからないもの、かつ優しいものというのは、もう本当に今日こういった GFP のこういう登録してもらって、こういった集まりに参加してもらう、するとたくさんの商社さんと出会えるので、そういった時に先ほど計画を立てられたものの紹介であったりとか営業をかけていく、それからまあこれも輸出では欠かせないジェトロさん、ジェトロさんに紹介するにもジェトロさんもたくさんのつながりあったりパイプを持ってらっしゃるので、ジェトロさんに紹介する相談するのも一つの作戦だと思います。それから政策金融公庫さんだったりとか、金融機関さん、地方の金融機関さんなども、いろんな事業者さんと実はそのつながりを持っていらっしゃいます。銀行に相談するのも一つの手かなと思います。それから優しいけどちょっと予算がかかるものっていうのが、輸出を専門にされているコンサルの方たち、こういった方たちに頼むのも一つ、自分たちがそのメインのターゲットする国だったりとか、地域を担当するコンサルさんに依頼するのも作戦です。作戦のうちの一つになると思います。それから各機関が行っているバイヤーマッチングだったりとか、から有料サイト。今海外向け輸出の有料サイトっていうのがいくつか立ち上がっているので、こういったところに登録するのもおすすめです。だからちょっと予算かからないけど難しいものってなると、やっぱり無料の商談会に参加したりとか、それからそれこそも自分で商社を見つけて営業を直接しに行くっていった方法もあります。だから本当に一番ハードルが高い、難しくて予算かかるものっていうのは、多分今回東海農政局さんのこのセミナーの中で商談会の視察っていうのが入ってたかと思うんですが、そういった商談会にも自ら出展する、それから海外バイヤーさん、もう現地の商社さんをもう自分でこっちに招聘する。それから海外商社へ直接もう海外に渡って、直接うちはこういった商品がありますとか、こういったものを作れますとか、いったところでもう海外に直接営業をかけていく。この、主にこの4つに分類されるのかなと思います。で、その中で弊社のおすすめをいくつか紹介できればなと思います。まず、4つあって、まず1つ目、本当にこの GFP、この農林水産省のこの輸出プロジェクトに登録することによって、多分いろんな商社さんであったりとか、それこそ同業者だったりとか、いろんな仲間に会えます。そうすることで声をかけてもらったりとか、いろんなアドバイスをもらったりとか、それからいろんな知識がある方がたくさんいらっしゃるので、こういったところに登録をすることによって、新しいその輸出がの一歩になるのかなと思います。
それから2番目、このバイヤーマッチング。これは本当にこういった今日、まさしく今日この場ですね。こういった場にもちろん生産者の方もいらっしゃれば、消費者の方も多く参加されると思います。こういったところで自分の商品の魅力の PR だったりとかを伝えることによって、輸出につながっていくのかなと思います。3つ目、商談会への出展。これも多分商談会を多分見学に行かれることがあるかと思うんですが、そういったところに出展する。ただこの出展費用も国の助成金であったりとか補助金とかっていうのを活用することによって、予算をかけずに出展会へ出展することができます。この出展会に商談会に出ることによって、いろんな消費者さんからお声掛けいただけたりとか、それこそもう向こうから話に来てくれることが多いので、いろんな消費者さんとマッチングすることが可能です。で、この丸4番、この消費者さんへの直接な営業、これがですね、本当に一番大変です。時間もそれこそ忍耐力も必要なんですが、自分がここの消費者さんとやりたいと思ったところ、今も本当にインターネット、それから SNS などで検索をするとたくさんの商社が出てきます。そういった商社さんにアポイントを入れて、うちは実はこういったものを作ってます、うちで言うならすいません熊本県の玉名市でイチゴを作っていますと、どこどこの国にうちは輸出がしたいです、どうか一度お会いできないでしょうかといった内容でアポイントを取る。もう本当に手数勝負です。正直自分たちも輸出を始めるとき、もうこういうことばっかりやってました。もうお金もなければ、まずパイプもなかったので、本当にインターネットで調べて、その商社さんにお声掛けをしていくっていう、本当に地道な作業なんですが、こういったところでつながった商社さんというのは今でも取引が続いています。一番よくしてもらっている商社さんでもあります。それでも、その中でただ注意点もあります。商談会とか、いろんな方と、自分こういった商品作ってますとかっていう PR をしていくと、やっぱりたくさんの商社さんと出会う機会があり、その中でもその商社さんと自分がミスマッチングをしてしまっていることも多々あります。その中でのそのミスマッチをしないための注意点っていうのを5つ紹介できたらなと思います。1個がまず、自分たちが狙っているターゲット層にマッチをしているかどうか。実は自分たちもイチゴを今輸出してるんですが、どうしても自分たちのイチゴっていうのは本当に富裕層向け、アッパー層向けの商品作りをしているんですが、中にはそのローカルスーパーで販売したいとかっていう消費者さんもいるんですが、どうしてもやっぱりそのブランディングの観点で見ると、自分たちがそのアッパー層、富裕層向けにブランディングをしているのにもかかわらず、ローカルスーパーで販売をされてしまうと、どうしてもその価格の差以上にブランディングが崩れてしまうといったことも多々あります。なので、自分の商品、それから自分が練ったプランに対して相手先のターゲット層が合っているかどうか、ここは一つチェックする必要があると思います。それから、自社商品の強みを理解してもらえているかどうか。本当に生産者、本当に朝早くから夜遅くまで、多分皆さん本当に手塩をかけて育てた商品というのが、そこまでなかなかやっぱり現場で見てもらうことは少なくて、どんなところに苦労があるのかとか、どういったところが大変なのか、そういったところを消費者さんがうまく汲み取ってくれれば、商品の付加価値として販売できるんですが、やはりなかなかそういったところが伝わりにくかったりとか、伝わってなかったり、それから自分が思っていると思っていることと違うように伝わってたりとかっていうのも結構あります。こういったところをいかに間に入ってもらう消費者さんに対してどこまで理解をしてもらえるかっていうのも大切だと思います。それから、自社で対応できる内容かどうか。これは消費者さんによって、こういった書類を作ってほしいとか、じゃあ例えばこういった場所に納品をしてほしい、それが自社でできるなら大丈夫です。例えば自分たち今、熊本県の玉名市っていうのは九州の本当に真ん中、それから福岡県寄りになっているので、
どうしても熊本県から熊本空港から輸出するよりも福岡空港をよく使います。ただその中で例えば、羽田につけてくれとか、それからそれこそセントリアにつけてくれとか、確かに対応は全然できるんですが、どうしても物流の問題であったりとか、それこそ横持ち運賃、その送料というところもかかってくるので、そういったところを本当に自社で対応できるのかどうかという見極めも大切かと思います。それから4番、この世界情勢に合っているかどうか、これは中にはグレーな方もいます。輸出をしたい、大田区の商品を扱いたい、だから扱わせてくれと言って、じゃあどこどこの空港に納品してくれ、どこどこの港に納品してくれというのがよくあります。ただ実はそこが 何かしらの、 その、資格がいったりとか、それこそ、生産証明書だったりとか産地証明書が必要にもかかわらず、それをなく輸出をしてしまわれる方も中にはいます。そういった商社さんがいると、どうしても自分たちが、ああじゃあ輸出が始まった、じゃあ今から頑張ろうってなった時に、もう違反になってしまうといきなりストップがかかってしまったりとか、そういったことも実は中にあったりとかします。それから本当に今まさにそうなんですけども、戦争があってたりとかするとやっぱりもう物流自体が止まってしまう、それからそこにかかる予算が増えてしまったりとか、そういったこともあるので、まずこの世界情勢を見るっていうのも大切なことになるかなと思います。それから5番、これも多分輸出に限らずなんですが、コミュニケーションをどこまで取れるか、自分たち生産者、それから間に入ってくれている商社さん、それから卸先、先ほど小栗さんもおっしゃられたように、そのワンチームで行くっていうところが本当に大切になってくるのかなと思います。自分たちが作った商品がじゃあどう相手国で受けて、じゃあどこを改善しないといけないのかとかっていった情報っていうのは必ず必要になってきますし、それがあることによってより良い商品ができていくと思います。それが一つのブランディングにもつながってくるし、さらなるその付加価値の向上、もしくはその単価の向上につながっていくと思います。こういったこの5つのところを注意点として覚えておいてもらえるとありがたいです。それから、じゃあ商社さん、自分たちが計画を立てて、商社さんも決まりました。で、これ実は継続していくのが一番大変です。実はその1年目は良かったけど、2年目そういえば発注ないなとか、うちも全然あります。この国始まった、でも1ヶ月しか続かなかったとかっていうのもよくあります。こういったところをうまく改善していかないと、長期的な取引っていうのはなかなか難しいのかなと思います。まず本当に商談を始めて、輸出が開始になって、その後先ほど言ったようにそのコミュニケーションを取りながら全体の評価を聞いて、それを改善していく。で、改善をしていって、また取引がつながれば、そこから安定的な取引につながっていくと思います。ただ、中には、商談をして、やっぱりちょっとなかなか、イチゴだったら難しいなとか、とかよく言われます。そういう時は、もう本当にどこの改善、じゃあ改善って他にどう改善したらいいのかだったりとか、ただもう戦略の改善ももちろんやります。そのブランディングだったりとか、それこそこのパッケージがいいのかとか、この梱包資材がいいのか、それから価格の面、どうしてもやっぱりもう自分たちで価格を決めてしまって輸出をするので、じゃあその価格は変えず、例えば内容量をちょっと減らすとかといった提案の変更を行ったり、それこそもうそれでもつながらなければ、もともとのそのターゲット層が違う、じゃあターゲット層を変えてみよう、富裕層を狙ってたけど、じゃあちょっとローカルスーパー狙ってみようかなとか、といったところも大事になってくるのかなと思います。それからアプローチの変更ももちろんそうですし、商品の改善、いいもの悪いものというのを見極めながら、この国にはハマってる、ハマる、ハマらないといったところの改善、商品の選定だったり改善というのも必要になってくると思います。そういったことを繰り返すと安定的な取引というのにつながり、これがもう1年目2年目3年目と長期の取引になっていけばなっていくほど、そこに付加価値がついてブランディングも上がり、価格の安定化にもつながってきて、最終的に輸出してよかったなっていう形になっていくと思います。
ただ一つちょっと今日この輸出のスタート、輸出を始めたい、輸出の準備っていったところでお話しさせてもらうんですけど、実は自分たちその輸出たくさん今までやってきてます。9カ国、もう10、約10年ぐらい輸出をやってるんですが、先ほど小栗さんもお話にあった通り、輸出が全てではないと思います。正直国内で売れるなら国内で売った方が一番いいと思います。もちろん物流の問題もありますし、それこそ言語の問題、それから通貨の問題というのもたくさんあります。ただその中でやっぱり今後日本の、労働人口だったりとか、まあ、人口ピラミッドを見るとどうしても人口が減っていく中で、やっぱり海外というのはなかなか見ておかないと販売先がなくなってしまう。国内だけではなかなかやっぱり窮屈になってくると思うので、海外というところを視野に入れつつ、まあ、国内で売れるなら国内で売っていいし、それが海外という新しい販路を見据えながら新しい商品作りだったりとか戦略を練っていってもらえたらいいなと思います。で、まあ、資料はここまでになるんですが、どうしてもやっぱり輸出ってなると、まあ、何をやっていいのかがわからないという方がたくさんいると思います。まずは先ほどのプランを作った、その中で、まあ、プランを作っている中で自分はこれだったらできる、うちの商品これだったら勝てるといったところを大いに PR してもらえれば、多分商社さんの目には留まりやすくなると思うので、そういったところを心がけながら準備を進めていってもらうといいかなと思います。今日はありがとうございました。